インドネシアは2025年1月から金融サービス機関が暗号資産の監督権限を引き継ぐと発表しました。この新体制では暗号通貨関連サービスを提供するにはまず監督当局の規制サンドボックスで評価を受ける必要があります。これはフラードの防止を目的としており、サンドボックスの評価を経ずに事業を行う場合は違法とみなされることになります。規制サンドボックスでは製品の安全性や信頼性の確認が行われ、金融分野における責任あるマネジメントの強化に役立つと期待されています。この新しい規制は将来的に暗号資産がさらに金融商品として扱われるようになることも示唆しています。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。取り上げてほしいビジネス情報や時事がありましたらコメントにお書きください。では次の動画で会いましょう。変化プライ。